FF シリーズ以外で、手掛けられた作品っていうのは、はい、そうですね、キングダムハーツシリーズですかね、はい、キングダムハーツシリーズもお世話になっております。ありがとうございます。曲を考えられるときはどういったこう環境で考えられることが多いんですか？そうですね、ちょっと自分の方がその曲を作るというのと若干違うので、やっぱりその何かのシーンだったりとかゲームの映像を見て、こういった音楽がいいのかなって思うことが多いので、なんか歩いていってる時にメロディーが浮かんだとかそういうことではなくて、はい、やっぱりそのゲームのシーンを実際にこう映像で、はい、パソコンとかで見て詰めて考える感じが多いです。そうなんですね。ゲームっていうのはされてたんですか、昔は？実はですね、僕会社に入るまでゲームはそこまでしてなかったんです。あ、そうなんですか。はい、それで急にこうゲーム音楽業界に入られたんですか？はい、そうなんですよ。この業界にいらっしゃる方って昔からこうゲームがお好きな方が多いんかなと思ってたんですけど、売れてるゲームとかもちろん知ってたんですけど、はい、バンドとか音楽の方をこう一生懸命やっていたので、はいはい、じゃあそのまま演奏する側でっていうことは考えられなかったんですか？もうそれは初めて多分 2,3 ヶ月で挫折してました、ね、2,3 ヶ月で、はい、早い、もうダメだ、だいぶ気づくの早いですね。早かったですね。あ、そうなんです。演奏はダメだって。あ、そうなんですか。はい、